億万長者合宿をご覧の皆様、そして吉谷さん、まあ、いわゆるペルソナってやつをね教わったことがあるんですけども、まあ、ペルソナってのは何かっていうと、何か動画でもね、ライティングでもいいんですけど、発信するときって、まあ、誰がこれを受け取るのかっていうことを細かく想定して、発信しろということなんですよ。これをペルソナっていうんですけども、例えば30代後半の男性、独身、仕事、収入15万円前後で、趣味は釣りと麻雀みたいな人を設定して、その人に語りかけるとしたらどんなことがありますかっていうふうなこととかね、その人が解決したい問題とか掴みたい、夢とかね、そういったものは何ですかってことを想定しながら、その方にあたかもその一人の人に語りかけるように発信していくことによって、ダイレクトレスポンスマーケティングはうまくいきますよってことなんですけどもね。なんかね、マーケティングの基礎で教わったような気がしますね。考えてみたら、吉田さん言われてるように、なんかそれをやってるような感じですね、これはね。まあ、ですんで、1対多数なんだけども、多数の中の、ある一部の人、もしくは特定の一人に向けて発信することによって、その他の方が、まあ、客観的にね、そのやり取りを見ることができる。で、自分ではないんだけども、こういう人に対してはここまで、丁寧にやるのかってことを見ることによって、自分にはどんな風なねサービスが展開されていくんだろうってことを期待して、商品買う、サポートを受けるみたいなことになるのかなと思うわけなんですよ。で、与沢翼さんのね最近の動画で、20代の方へ、30代の方へ、40代の方へみたいなね、年代別のアドバイスっていうのがありましたけども、これね、確か堀江貴文さんもなんかそういうので言われてまして、君が親父になる前にっていう書籍の中でやれてたんですけども、まあ、10代の君へとか20代の君へとか30代の君へみたいな感じでね、やっぱりこう語りかける人を明確にすることによって、あ、これ自分のことかもしれないとかね、あ、自分の知り合いにこれ教えてあげようみたいな感じになると思うんですよ。まあ、私もですね、再生数の多い動画の中で、私が50歳で無職になったら何をするみたいな、ね、動画があったんですけど、そういうの何点かやったんですけども、やっぱりね、同じような年代の方がそこに集中して、もちろんそこの年代に当てはまらない方は、まあ、捨てないといけないんですけども、そういったことをいろんな年代とかね、性別ですとかシチュエーションに応じてこういろいろと一問一答みたいなことが、ね、やれていくのが、この動画の面白いところかなと思います。まあ、思えば一問一答ってだから受けるんでしょうね。自分にはそういう悩みないけども、そういう悩みに対してはどういうふうに解決するのかなってことを知っておきたいというね、自分の情報の Q&A のストックを増やすために一問一答みたいなのがずっとね、同じ人によって見られていくみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよね。そういうのもやっぱり面白いところですよね。情報発信していて、自分のアドバイスが誰かの役に立つってこんなね、喜びはないと思うんですよ。まあ、ですんで、自分には発信する情報ないからみたいなことをね、言われてる方もいますけども、そんなことないんですよね、やっぱりね。誰にでも何かあるわけなんですよ。そして私この言葉をね、今回の締めに送りたいんですけども、あなたにしか救えない人がこの地球上に必ず一人はいるってことなんですよ。まあ、ですんで、発信をね始めてほしいと思いますし、終わってほしくないなと思うんですよね。以上です。